昼飯争奪戦、びくってしてるやん、かわいそうに。お腹すいたやろ。すいた、すいたやろ。だからお昼ご飯食べよう。何言ってんやったっけ。チャリさっきやってたくだりやから。なんだよ、見てね。まあ普通に食うてもええねんけど、うん、ちょっとしょうもないから、うん、朝までそれ正解、うん、あるでしょう。知ってます、うん、天下の報道ステーションでやってたやつ。リンカーンや。芸人80人ぐらいの人だよ。ブルタスさん出てるの。あれちゃったっけ。これゾーンがあります。実はこれ A ゾーン、 A ゾーン上です。なるほど。小、地区、倍。おい、どれかで統一せえや。 A か A ゾーンとか小、地区、倍、はい、で、いい回答を出した人から選んでいきます。うえ、ん、ここから。あれ、なるほどね。だから一番いい回答したらこの3つから選べる。うん、この、ここから選べる、ここから選べる。なるほど。っていう、システム。飲み物、3つ用意しました。お茶、コーヒー、牛乳。はい。じゃあ、早速やっていきましょうか。はい。なんか、わからないことある？なんか、宇宙ってどこまで続いてるのかみたいな。あ、でかいでかいでかい。いや、冷房でつけっぱなしとさ、その、ちょ、こまめに消すの、どっちが安なるの？めんどいめんどいめんどい。さ、あるけど、そういう論争。わからんこと聞いたのお前やないか。わからんこと。びっくりするわ。びっくりするわな。なんかや。じゃあまずはちょっと飲み物せえへん、うん、でもこれ分かれたら別にそのそれでいいんじゃない。ああ確かに、うん、じゃあせーのでそうしますか。いい、うん、あれありえるんじゃない、うん、せーの。うわでっかー。嬉しい。あ、割れた。何してんねん。割れたね。割れてたやんけ。割れてたやんけ。サドンですよ。じゃあ早速出そうか。一発目サドンですね。いいやん。お前もう一回やろうよ。一回やろう。ああ、とりあえずやろうよ。じゃあ問題出しますよ。はい。あーで始まる子供が好きな食べ物は。あー、いいね。あーで始まる子供が好きな食べ物。いいね。いいですね。いいですね。子供って何歳まで。まあ、それもあるよな。気持ち。それもほんまにみんなのイメージや。だから意見割れへん人間ちゃう。あいつは子供やっていう。いや、うん、普通に。もう、うん、あと30秒。あと30秒。はい、もうお前書いたん。書いてる。はい、よっ。あと10秒よ。あと10秒やで。ちょっと待って。ちょっと全然これしか出てこない。あ、はい。まあでも、じゃあ僕から行こうか。はい、最初に。はい。いやいや、アイスクリーム。絶対にアイスクリームでしょ。子供が好きな食べ物やで。ほんまや。以外何って感じやねん。じゃあ、藤井は。藤井君。自信ある？熱々のハンバーグ。ずるいって。何？あんころ餅。はい、これも決まりやな。どっちやろ。いや、でもルール違反やろ、こんなん。しばがやないよ。しばがやないよ。しばがやないよ。空間逆に。子供のあのちっちゃい口からあんころなんか出てこない。出てこない。言ったことない。いやいやいや、ずるいわ。ハンバーグやん。いや、それはそうやねん。じゃあ、ハンバーグと熱々のハンバーグは一緒かいな。いや、ずるいよ。熱々のハンバーグがうわーいってなる。ずるい。ただ、まあ確かにずるいのは認めよう、うん、ただ、いや、ただそれをしゃっぴいてもあんころないな。ないな。好きやろ、子供。最下位よ。あんころ餅。うん、これマジで、じゃあ、1、2、3や。そうやな。僕、まず選んでいいですか。あれ、飲み物じゃない。え、飲み物やで、これ、うん、はぁ、当たり前。当たり前なめんな。あんころ餅なんか出すか。出すか、お前。まあ、じゃあコーヒーですよ、はい、ありがとうございます。うわ、でもこれこんなんやったら牛乳の方が意外といいかもしれない。結構牛乳に合うもの多いよ。じゃあ牛乳で。いえぇこれラッキーや。ありました。ちょっとあげてや。大変やな。大変とか言うな。自分でやれよ、人に頼らず。厳しいやさあ次からはもうこのメイン。はい、メイン。はい、いきます。はい、うん、2で始まる国民的アニメは。 2? 1分ね。1分。はい、スタート。2。ああ、もう、あ、え、マジで。あ、はい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 。え、マジで。あ、これかぶるな、兄ちゃん。かぶる、うん、え、2。ああ、わかった。これかぶるんじゃない。かぶったらどうすんのこれ。もう一回や。せーのですか。そうです、これはせーので。はい、せーの。忍たま乱太郎。はい、やろうだね。え、はい、忍者アプリコンやろ。忍たま乱太郎。忍者アプ
トリくんやろ。忍たま乱太郎や。絶対忍たま乱太郎や。忍たま乱太郎や。忍たま乱太郎や。絶対に忍たま乱太郎や。これどうする？俺ら一緒やったけど。うまい。まあ今イーちゃんが出すやつやろか。でイーちゃんに決めてもらおう。まあいいね。うん。ターで始まる国民的アニメはスタート。俺に合わせる？俺に合わせるのもあそこ、お前やろな。はい。え？た？うん。うわ、もう。でも俺が決めていいんやろ、うん、これって。いいよ。OK。いくで。うん。お前はこういうことや。タッチ。いや、いや。お前はこういうことや。太鼓の達人。うわ。ひどタッチかータッチやなタッチやろタッチ予想してたよねタッチやろタッチをタッチかタイガーマスクやったらうるぅいやーそうありがてータッチやなじゃあ俺が2番目ねなんでやんあ、もしこれをまあなあそれうまそうやこれ食べたことないしねうんうまそうそれこれじゃあまあ焼きそばかなほんま関係ないハエが寄っとるわ、ハエがたかってきとるはいうん、いいですね焼きそば行ってくれたらでかいなじゃあお前ここからちゃうそっちからお前そこへえあそういうことかいまあでも一択やろうん、一択やなびっくりマンチョコそやなあ、そうなんやうん、シール入ってんもんなじゃあ、ちょっと食べる準備しようか、はい、食べる準備しようかはい藤井俺のウエハース半分やるからウエハースお前のボロネーゼ半分海外で活躍してる交渉人じゃないと無理やろめっちゃうまいうまーなるかなんで同じやんやめやろやそういうことが一番やる気があるこれがいただきまーすはーい K で始まる人気歌手はうわ歌手1分いきまーすもうこれ絶対これやわえ、マジでうんえ、もう出たもう書いたうわぁ、わかんねーえ、この速さも入る入るこれしかないわ思いつくアーティストがこれしかないわ K でじゃあ行こうか、俺うん、うん、K は K 知らんの歌ったわかるあ、歌ってよ悲しみの向こう側に日本人なんや日本人なんやあ、韓国人あー微笑みがえ、有名なの有名なのあの、関根麻里さんの旦那さんやえ関根そう、うん、あ、男なんやお前古い知らなさすぎてあ、出てくるわシンガーソングライターほらいや、知らんないや、めっちゃ有名よお前ら知らんだけでこれ言っていいうん、うんケツメイシうわぁお前自信なさそうな顔しとったやんけ嬉しいなずる思いついた名前ってそれ絶対な、うん、はい、あなたケイリー・レイ・ジェプソン何女か Hey, I just make you This is crazy あぁ何となく Call me baby これが、うんカーリー・レイ・ジェプソンやねんけど、まあ、やっぱ読み方が発音をちゃんとやるといや、ずるそれあるんだよな、最下位ですそれずるいケイリー・レイ・ジェプソンちょ、いや、わからん、俺もわからん調べてみてよ調べてみてわからんのか、ぐらいさっきあ、わからんじゃもうお菓子食いたないからバレ厳しいカーリーやった場合覚えたけどまあ、あの、表記はカーリーや表記は表記はってか、カーリー表記はカーリー普通に最下位やしでも、まず、ケイリーやったとしてでも、ほら見て C-A-L あ、いやカーリー1回ぐらいケイちゃん、見てやで、カーリーこれは日本人のためにカーリーってやってるだけでほんまはケイリー・レイ・ジェプソンやどう思ってんのか、お前最下位やまあ、これはちょっと最下位やなじゃあ、ケイ VS ケツメイシねいや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 じゃあなんで説明詞でしょ説明詞考えたってか、まあ、これも納得いったいけどなお前らの知識が浅いでしょカーリーやん
ちょっと、イーちゃんの邪魔したい。で、なるほどね、でもこれしか選ばないんだよ。邪魔もクソもないねん。そうそうそう。イーちゃんはそんなんかやから、ね。じゃあ、まあこれやな。余裕でこれ。ただただ嫌なやつやろ。じゃあこれよ。まあなぁ、それはいいな。まあ、キットカットですね。はい。ケミストリーもあったか。まあ、そういう話いいな。いや、そう、外国人出んなと思ったのケイティ・ペリー。そうそう、そういうの、うん、ケイトとか。そう、ケイトを探した俺。うわなんかそこらへん。欅坂や、欅坂。うわぁ、ほんまや。お前、お前出すよ。欅坂は勝てた可能性がある。ぶっちぎりやな、ぶっちぎりやな。熱っ。まさやんな。頑張れよ。大丈夫。ちょっと上げて。大変やな。一人でやれや。厳しいやろ。匂うなや、嫌 やな。その顔の距離嫌 やな。や学生はもう夏休みとか、うん、悪さはしたことないの。中学校の時、小学校の時悪いことしたね。した大丈夫した。もういつか悪いこと言ったろうかな。ええよ、言ってみてや。なんか授業中ガム噛んでた。使えるわ。え？使えるやろ。でも俺もじゃあこれカットしてな。うん。音楽の時間口笛吹いてた。使えるやばいけど。使えるって。はい。これなんかさ、ガム噛んだまま先生に質問しちゃったから。使えるって。やばいよ。使えるよ。教室を呼びなさい。使われへん。使われへん。赤い。これは全然使われへん。わかる？お前や。ずっとお前や。ずっとお前。お前の間を見てて。俺ら。お前の待ち時間を見てて。俺か。バーン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 。たった。バーン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 。バーンバーンバーン。にが。辛い。和で始まる怖いものは、和で始まる怖いものは、むずっ。いや、一個間を割る。和？和。マジで？マジでわからんな。和？和。もっといいのがあるんだけどね。出てんの？出てる出てる。和？まあ、でもそんな出会わなかったらこれぐらいでも勝てんのかな。はい、終わり。じゃあ俺からいっていいですか。はい。ワニ。え、いやいや、めっちゃ怖いやろ。怖いよ。お前だって水に、だってボートかなんかで遊びに行ってさ、ワニ追ってみんや。怖いけど。怖いよ。めっちゃ怖いやろ。斜めにすぎるやん。ワニ動物園とかな、うん、そういうイメージやん。いやいやいや、野生のワニやで。飼ってる人もおるし。あ、こうやすいやん。やばいやばいやばい。後ろにしたからやばじゃない。じゃあ勝てるわ俺。分から外される。あ、なしでない。なんでなんでなんで。一発目に思いついてなしにしたの。ずるやな、真剣勝負だよ。俺もそんなほんまにワニ消してる。はい、わたぐし。お前、これ、お前、横綱相撲や。わたぐし。お前、どこがやん。うわ、キャーッ。わたぐし。お前よ、堂々と俺らが言ってたな。こんなん、手持ちのカードこんなんやのに、よう俺らに言えてたな。誰らすや、こんなもん。どうするでも。どうするんだよ。いや、もう最下位でしょ。うん、最下位。絶対に最下位や。怖いね。じゃ、何が怖い。パッて目覚めてさ、夜、うん、目の前に、わたぐし。もうええよ。もうええよ、お前。いや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 。じゃあ俺決めていい。知らんし。え、わから外されて生きていけるしですね。
でもワニと遭遇した場合はもう命生死じゃない怖さやから。ミヤノアイス待って待って、これは納得できない絶対そうやんね。俺マジで思いついたもんこれだ。じゃあ俺もやね、うん、マジでワニ。ワニ当たり前や。嘘つけよお前。ワなんか一番最初に出るわワニ。じゃあ消すもん。サドンですか。怖ないか。サドンですジョーや。あでもワニよりマジやけどな。いやワニよりええよな。ワニひどいで結構。マジか。じゃあ俺と藤井で最下位決めるか。いやじゃあお前俺と藤井で最下位決めるか。じゃあよし問題お願い。じゃあ宮ちゃん1位で俺2位で。なんださんなんか、うん、ちゃうよな。こいつプリン食いたいだけやった。うまい。宮田どう？俺と藤井のサドンです認めてくれませんか。認めよう。よし認めよう。ラブカーから始まるかっこいいキャラクター。カーね。うん、うわ、もう一応漫画あれやな、強いな。あ、でもキャラか。いやもう一択やな。おお、あ、でもこれいや、かぶるかもな。うわマジか。じゃあ、いいよ、いいよ。はい。いや、カカシやろ。うわぁナルトの。確かに強っ。カカシやろ。カカシ強いなぁ。カンクローも出たで。あーでもカカシやろ。カカシやなカカロいや、かっこいいけど、悟空の方がやっぱ悟空カカロットめっちゃかっこいい。サン悟空カカロットめっちゃかっこいい。カカロットやけど、スクリーンのことがその目線で言わない。いや、これはイーブンとしてもいいじゃないですか。いや、でもシンプルに、うん、わかるけど僕評価なんで、カカシです。いや、でもはい、カカシ嫌やなぁ。まあ、これしかないんで、じゃあ、回せよな。アメちゃんな。やったー。納得いかへんな。ワニからずっと納得いかへん。サブスタインクルタ、うん、ええー、鮭。あ、今食ってんのかあんた。ごめんね、食ってないよ。何味？何味？これスモモ。いや、珍しい味。溶かすなよ。牛乳で。さあ、最終問題。お茶がいいな。ペンペン持ってくれたね。俺？うん、俺？お茶がいいなぁ言うたらめっちゃ飲み始めた。潤してるだけだけど。うまぁ悪意あるやん。じゃあラストですか。よしよしよし。いいから始まる有名人。あぁ、超やな。歴史上あり？抜くか。テレビの人。うん、まあさ、有名人。いいね。いい。あ、もう圧勝やな。はい、石やな。石原さとみ。すげえ。いやでもね、晴れるよ俺も。ああ、来いよ。行くよ。うん、井上尚弥。いや。ボクシング。いやいやいや。ええー。俺ピンと来てないもん、その名前してるぐらい。あ、マジ？顔出さない、分かれへんもん。ええー。石原さとみはもう共通で顔出てるから。まあまあ確かに。伊勢宮。まあ一斉が好きやな。それで怖いんだって。あと伊沢拓斗とか。いやもうこれは優勝やろ。もう文句ないやろ石原さとみが。これは勝利や。うん。いいちゃんやな。よし。いやそうやな。いいちゃんやな。はい。よし。塩むすびかな。これどうなんですか。よし。じゃあ最後食べようか。似合うな。バイニャハハ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 。うん、ゆくゆくはタモリさんが来てもらって。いいで始まる面白い番組だわ。
じゃあみやちゃん、うん、さあで始まる締めにふさわしい一言は。さよなら。暗っ。